談話室吉澤。ようこそ談話室吉澤へ。俳優吉澤亮さんの作品やお芝居について語っています。お相手はあんこが苦手な私桜餅、ピアノは友達のういろうさんときびだんごさんです。それでは本日も勝手な推し語りにどうぞお付き合いください。マーキュリーファーを見てきました。19公演目、2月12日土曜日お昼公演です。出てくるところの息というか声が多い、すごくとか、とか息遣いだけじゃなく音声になって大変そうに入ってくる感じがすごく具体的にわかる気がします。あと伸ばした膝の悪い方の右足にですね、やっぱり綺麗に明かりが入ってて、やっぱりこれは偶然じゃなく技術で足を照らしてるのかなという気がしまして、エリオットこの芝居でかなり照明さんとしての腕が上がっているというか、うまいなぁと思いますよね。センスかなぁ。で、電気の傘、ガッていつも蹴るんですけど、もう今回は蹴るのではなく、引っかかって回り込んだという感じ。まあ、これがたまたまなのか、変更なのかちょっとわかりませんが、もう、面白いなぁと思いました。この、悪い足を引きずって歩いている、普段からこうしているみたいな感じが、なんかすごく感じられて、もうこの前からなんですけど、この子本当に足痛いんじゃないかってずっと思って見ちゃうんですよね。うまいですよね。うまいわ。はい。で、スイッチつかなくってものすごく大きなため息をついたり、板を外しながらも、ふーとか、はーとか、くっそとか、なかなかたくさんね、喋ってらっしゃるなという感じです。で、時間がないっていうところで、時計を見て、ふーって、いうところ、あそこのテンション大好きなんですけど、これがですね、腕を構えて袖をめくってふうっていう時とか、腕を構えてトーチを当ててふうっていう時とか、あとその両方の時とかあったんですけど、なんかまあ、この時たまたまかもしれないですけど、バッて構えて袖をスッとめくって手首をピッと返してっていうか振って時計をよく見えるようにでトーチを当ててふうっていうのが。むちゃくちゃかっこよかった。腕時計の CM 来たと思いましたね。本当に何やってもかっこいいから困っちゃいますね。で、この辺ね、話しながらすごくトーチを振り回したり、誰にピッと当てたりするんですけど、リズムがすごく良いし、あと語りのテンションも最高で、もうクジラとかね、ガンガン裏声入れてくるし、もう同じ IQ っていうところで、たくみくんの髪をくしゃくしゃっとするなど、本当にノリノリ絶好調全部盛りという感じでした。楽しい。内容ももちろんしっかり受け取ってて楽しいんですけど、もうその大前提としてシンプルに芝居を見る、語りを聞くことの面白さみたいな、で基本的な楽しみを堪能できる気がすごくして、いやー腕のある役者さんだなぁと、すごく感じました。改めて。素晴らしい。で、ダレンの語る子供の頃の話を聞きながら、まあ、聞いてるところのポーズがいちいちかっこよくて気が遠くなりそうなんですけど、最後の方ね、左手で口元とか鼻のあたりをちょっとこう押さえてうつむく感じで、あ、ぐーっとエルも感傷的になってるっていう瞬間に、バンで、なんだよって、この流れが最高でした。おー見事だなって、芸術を見てるかのような、芸術を見てるんですけど、なんかすごくその流れが良くって、もうたくみくんの方から見て仕掛けてるのか、なんかいいリズム空気、まあね、この回はクジラの頃から本当にいい感じだったんですけど、流れのいい時って流れがいいんだなと、流れが良かったです。はい。で、そうだ、ものすごく私この回珍しく下手にいるので、ものすごく愛してるのシリーズのところ、お顔が珍しく見えたんですけど、もう最初から眉がこう弓なりに上がって顔も晴れ晴れしてて、頬骨が高い位置にあって、もう本当にすごく最初から幸せそう、なんていうんですか、渋々言い始めてだんだん元気が出てくるとかじゃなく、もう最初からこの
この言葉を言い合うときは幸せな時間っていうね、この兄弟が確かめ合う、わずかなんですけど幸せな時間なんだなってのがすごく胸に響いて、なんかかえって切なくなってしまいました。と、ナズとエリオットが出会うちょっと前のとこ、もう、たくみくんがエリオットに聞いてくれよって言って、そうすると、寝室の中のエリオットの声として、違うってっていうのがうっすら聞こえて、ナズが、エリオットで、もう一回寝室の中、違う違うって聞こえるような気がすることが多いんですけど、ここのとこ実はですね、ナズが、その、寝室の中のエリオットの声に被って、重ねてリアクションをしていて、まあもちろん気が流行るから、よく考えたら物理的には重なる方が自然なのかもしれないんですけど、あ、なんか喋ってるって思ってたんですけど、この回ではこう、順番通りに整理されてというか、違うって、エリオット、違う違うっていうのがトン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 って並んでて、どうなんだろう、聞きやすいけど、どうなんだろう、ね。私は聞きやすくて嬉しいけど、お芝居的にはこう、息せき切った感じで被せていく方が良いのか、クリアに聞こえるのが良いのか、もう悩みどころなのかなと勝手に思ったりしました。まあ毎回偶然に任せてるのかもしれませんけど、どうですかね。で、まあこの後のしばらく続くナズとダレンのシーン、もういろいろすごく面白いんですけど、最後の方の最後ね、傷に夢中すぎる最古なナズの、さらにその後、パニックになりかかったダレンを、まあ、心臓の音を聞かせることで、触らせることで、お母さんの思い出を手繰って落ち着いていくみたいなとこですね。ダレンの顔が見えて、ナズの背中が見える形の位置、ほとんどの客席からは、ダレンの表情が見えるような立ち位置になる。で、まあ、ダレンの表情を見せたいとこなんでしょうし、まあ、もちろんそれもね、実に味わい深くて良いのですが、お母さんについて語る数少ない場所ですからね。なんで、それも、いいんですけど、この時にですね、壁とか床とかに、二人の少年が、この心臓を一本の腕で結び合ってる、みたいなシルエットが浮かび上がってて、それがすごく切なくて素敵なんですよね。親友と呼べる相手もそうそういないだろうし、ね、この二人は出会ったばかりなんだけど、もうすごく気持ち的に支え合ってる感じで、なんかそれがね、シルエット、二人の胸と胸をつなぐ一本の腕がある二人の少年みたいなシルエットがね、すごくいいなと思っています。で、夜の病院の話のところ、目がパッチリしてて、ガタガタとかの、キョロキョロって目が動くところのね、黒目および白目がすごく説得力があって、引き込まれて出てこれなくなっちゃいそうなぐらいの説得力。ここも内容もそうだし、語りのリズムの面白さに耳が喜ぶような感じの素晴らしいシーンなんですが、この目が覚めると太陽のとこで瞳に光がパッと入って、もうやっぱり席の位置でこの瞳の光がね、見えたり見えなかったりするんだろうな、多分。と思うんですよね。2階にいると結構な確率で瞳にポンってオレンジの光が入るのが見えて、ふわってなってね、幸せ度が何倍かになります。で、俺は君を見つめるの。あたりの喉と顎に引き続きうっとりしておりますと、俺はエリオット。ここがね、最後が吐息混じりな感じで、なんか、やっと、たどり着いた束の間の安住の地っていう感じでですね、なんかすごくほっとした感じかな。なんだろう、恋が始まるロミオとジュリエットとか、マリウスとコゼットみたいな、こう若い二人の恋が始まるみたいなキュンキュンな空気の時も多々あるんですけど、なんかね、救われた、たどり着いたみたいな、ほっとできた、やっと、みたいな感じがすごく強く感じられました。それも素敵。でもまあその後のですね、
あの、大丈夫、コツンとか、その部屋を化粧室にとか言ってるエリオットのにやけっぷりね、にへらにへらしてね、これスピンクスが見てたらイチャつくなって絶対言われるやつと思うようなお顔が好き、素敵、最高です。はい。というわけで、今日はここまで。明日はこの続きいきたいと思います。よろしければどうぞお付き合いくださいね。それではまた。